こんにちは、金溝です。はい、今日はちょっと感謝することがあって動画を撮ってますけど、なんと私が2018年 YouTube をし始めたんですけど、やっと登録者2万人超えました。本当にありがとうございます。私が最後にアップした動画が9月2日にアップした動画ですけど、なんか9ヶ月ぐらい動画を載せてないんですけど、なんか急に今年の5月末から一つの動画がすごく YouTube のアルゴリズムのおかげで人気があって登録者が増えたんです。なんで9ヶ月間動画を全くアップしてないのか言い訳なんですけど、去年の8月から私の犬、アトムと一緒に暮らすことになって、私犬飼うのが初めてなので何も知らなくて、私がなんかこうやって動画を撮ったり編集してたりすると、アトムがなんか吠え始めて何もできなかったんですね。あと私が韓国語を教えてるんですけど、오늘도수고하셨습니다って言うと、アトムが終わった。そしたら私とボール遊びしようってこのボールを持ってくるんですよ。今は二人がお互いに慣れたので、もう私がこうやってなんか動画を撮ってたりレッスンしてたりすると静かになんか机の下にクッションがあるんです。そこで寝ていますけど、外でなんか音が聞こえると吠え始めます。だから私がちょっと何かをちゃんとすることがちょっと難しくてちょっと動画を休んでいました。엄마영상찍잖아응아따응응응아또생토상からも유튜브を見てますとか言われたので、また始めないとって思っていった途中で、もう一つの韓国語を教える動画はもう編集が終わった状態ですなんですけど、まだアップしてないのに急になんか登録者が2万人超えて、誰が私の YouTube を登録するのかちょっと気になりますけど、 YouTube チャンネルの分析を見ると 96% が韓国ですね。だから私の動画で多分韓国人がもう8、9割だと思いますけど、おー、なんか不思議です。なんで登録するのか。でもありがとうございます。감사합니다。で、あと、韓国人から一番たくさん質問されたのが、日本人ですか韓国人ですかっていう質問なんですけど、私のチャンネル名が、日本語が喋りたい韓国人なので、で、私は 100% 韓国人です。日本は20前半の時初めて行って、その前、中大の時は日本に全然興味がなかった人です。なのに今なんで日本語で喋ってるのか。私が YouTube を始めたのが2018年8月からですけど、その時私は雑誌の会社でエディターとして働いていました。その時動画を作ることもあったんですね。私が実際に編集はしてなかったんですけど、その動画のコンセプトを企画して映像チームと一緒に動画を作っていたんです。映像編集をするのを見て、その時ちょうど YouTube がすごく人気上がっていたところで、そしたら私も個人チャンネルを作って、ちょっと、まあ趣味としてやってみようかなと思って、2018年に YouTube を始めました。その時、チャンネルのコンセプトを何をしようかと思っていて、カメラの前で動画を撮るのがもう初めてだったので、韓国語で喋るのはちょっと恥ずかしかったです。なんか悪口を言われても、日本語で書いてるのと韓国語で書いてるのは、韓国語で悪口が書いてたら、もうパッと意味がすごくわかるから、すごく傷つくんですね。特に私、韓国人なのに日本語で喋ってるから発音めっちゃ変だっていうコメントよく書いてますけど、そういうことを見ると動画をまたなんか作るやる気がなくなります。そういう理由で私が日本語が喋りたい韓国人、カネミソっていうチャンネル名を決めました。カネミソっていうのは私の名前がキンミソですけど、このキンっていう漢字がカネ。だから、日本語で読むとカネなので、本当に単純な理由です。
でもそんなに悪口とかすぐ傷つくタイプなのに、こうやってまた動画を撮っている理由は、私が韓国語を教えている生徒さんからも、また動画作ってほしいとか、先生の YouTube よく見てます、役に立ちましたっていうことを聞いたら、すごくやる気がまた出るのでだからそういうことを始めようと思っています。でも本当に私がこうやって登録者2万人が超えた理由は、一つの動画のおかげなんですけど、それが2019年5月に私がアップしたひらがなの動画ですね。それはもともと私の夫のために日本語を勉強するって決心した時、そしたら私がひらがなを覚えやすい動画を一つ作ってアップするから、これ見ながら覚えてって言って作った動画があります。でもその動画が急にみんな、なんか、アルゴリズムに出るようになって、それのおかげで多分、ここまで来たんですね。なので、私を見て登録したよりは、多分、日本語を勉強してる韓国人が登録したと思いますけど、なんか私、韓国語を基本的に教えてるんですけど、どうすればいいのかな。今、カフェトークっていうサイトで、韓国語を日本人に教えています。だから、これからも韓国語を教える動画を作ってアップするつもりですけど、もし私にこういう動画もちょっと作ってほしいとかがあったら、下のコメントで書いてください。私が全部作れるかはわかんないですけど、とりあえずそれを参考して、これからの動画をどんな風に作ろうかちょっと決めたいと思います。で、とりあえず私2万人の登録者が超えたので、これからまた頑張って動画を作って、このチャンネルをちょっとやってみたいなと思っています。悪口は書かないで、たくさん応援のコメント書いてくださいそしたらこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。アンニョー。